さあそれでは上流目指していきましょう。ダイヤのことについて調べましたが、やっぱりカラーダイヤで合ってるみたいです。ちょっと見づらいだけですね、私のディスプレイおよび録画環境ですと。申し訳ねえ、動画でもちょっと見づらいかもね。でそのカラーダイヤを取るためにはノーデスクリアが必要らしいです。なので毎回ノーデス狙ってみるか。いきなり残機くれるってさ、物騒だよね。よろしくお願いします。行くぜ。そこまでシビアじゃないのって逆に怖かったりしない？いっそこんな感じで微調整が必要になるからあれなんだよ。お、エロバレーのインストールの準備は今やめてくれ今硬派なゲームやってるところなんだよ。うん、よし、流れがむちゃくちゃだぜ。よし、まあノーデス消えちまったけど、もしかしたらあの箱パーフェクトはこの状態でも取れる可能性はまだ残っていますから、まあ真面目にちゃんとしっかりやりましょう。お金が相変わらず足るやん。かまわ、ワクワクは犠牲になったのだ。ほい、グラフィックの進化っていいところも悪いところもあると思うぜ。まあ古き時代の良さっていうのはもちろんとしてさ、なんかあの時は大丈夫だったけどリアルになってちょっと怖くなっちまったぜみたいな、そういうのもあるよね。リアルになるのもあれだぞ。そう、あの親御さんがびっくりしてしまうってやつで、ピョーン、オッケー。よし、にしてもこの葉っぱやべ、オッケー、やば、あーちょっと甘すぎたか。というか猿のやられモーション増えてない？あんなグヘっていうやられ方するの？あれが閉じた瞬間に行くのが良さそうだ。よし、同じミスはしない。魚に気をつけろってね。よし、あの魚に食われたらどうなるのかは気になるところではありますが、あんあん、え、あれか、あれか、怖っ。よし、怖いこと要求するよねこのゲームも。よし、オッケーオッケー。でも今のところダイヤの姿確認されておりません。いけるんじゃね、意外と。さっきのやり直したくないから。この魚クッソ邪魔ですね。どうにかなっちまいそうだぜ。よし、オッケー、よし、ふう。ではボーナスチャレンジだ。30個もあんのここに。すごく嫌な予感がしますねこれ。そうか、初期のクラッシュは通信教育を受けてないからさ。というかあのクラッシュ君を画面上に隠すのやめよう。あー面倒なことになった意外と難しい。そう、あのモーションがスピンアタックとジャンプっていう超絶シンプルゲーなんで、難易度を上げようとするとこういう感じのブロック配置が多くなるのかもしれないね。でもこれね、絶対今のうちに学んでおいた方が良さそうです。というのもね、あの多分これ1いけたら2以降もいけると思うよ。影見よう、うつら見えてる。真ん中に5回ジャンプしなきゃいけないやつがあるんですけど、あれって確か押しっぱなしにして高く飛ぶと2回で壊れるんだっけか。1、2、そうでもない、押しっぱなしはダメなのかな。 OK、 いってらっしゃい。ちなみにこの子彼女らしいですね、クラッシュの。
2以降には登場しません。というのもクラッシュ君がちょっとなんというか知能が足りないとかで振られたらしいですね。で、よりモテモテになるために通信教育を受けた結果、確かいろいろなスライディングとか新しい技を覚えるに至ったんだそうです。よし、オッケー、取れたね。よっしゃい、パッパラパー、わーい、取れると嬉しいね、やっぱり。うお、ボスだ。あ、リパールーだ。2では1ボスなんすよね。なんかすげえゲームの話題の時に言われた記憶ある。いや、わ、あの2のリパールーと1のリパールー全然違えからみたいな、バリア張ってるからみたいなこと言われたんだけど、バリア張るのお前バリア張ってる？ヘイ、バリア張ってるかい。おお、うん、こいつ同じところ往復してるだけだな。なるほど、ちょっと待ってくださいね。こいつを、ああ来たな、ああダメだダメだ、意外とこいつ早いね。超ゆっくりではありますが、この爆弾箱動くみたいですね。だからいい感じにこいつが真ん中のマスに行った時にでも、ダメか、踏めないね、かするだけでもダメだ。ちょっと待って、安全な位置に一旦移動しておこう。うまく引っ掛けないとね。これを3回やらなきゃダメなのか。にしても私の知ってるリパールー君はニトロ箱が苦手なんじゃが、爆弾でもいいのか。おお、入った入った。うん、なるほど、見切りまして、あ、これ踏んだら止まるみたいだね。へえ、クッソ親切。あー、これだとダメですか。あー、生きるもんだ。へえ。おお、こっち来た。オッケー、よし。で、バリアとは バイバーイ。割と強かったね。そうでもないか。いや、3回やられたら十分な気がします。お、皆さん、ダイヤの形が違います。つまりカラーダイヤだ。ノーデスが求められる。ノーデスパーフェクトか。ってことはここは、あ、なんだ、言ってくれんじゃんよしよしよし。でもあれだね、古いゲームのリメイクだからちょくちょく説明が間違ってる可能性もあるからな。で、なんやねん、いきなりこれ。どうしてくれんのこれ。積んだんですけど。ちょっと待ってくれ、これもしかして。あ、ちょっと待って。ごめん。やっちまった。どっちにしろ、積んだわ。あの、ジャンプ箱、何も考えずに壊しちまった。そういうこと要求すんのこれ。死なずに、全部の箱壊したらね、スペシャルダイヤがもらえるぞって言ったけど、それを開幕すげえな。あれ割と繊細な操作いるよね。戻れなかったら落ちて死ぬだけだもんな。あの上にも箱があるかもしんないからやり直したけど、これでなかったりしたらまんまとやられた感じが。あと奥行きもあんだな、このマップきついね。で、トカゲで大ジャンプっていうニューギミックが用意されてるわけで。よし、ないんかい。で、しかもこれ別にこの台残してやるからといってさ、後半利用していいわけじゃないもんな。全部壊さないといけないし。横はないね。よし、行こうか。ノーデスだぞ。落ちんなよ、マジな。うお、なんだこれ。おいおい、即死ギミックやめようぜ。怖えな今回。
フラッシュの残機をこんなにも置いてるってことは、このゲームね、いっぱい抹殺しようという殺意は見せてきますが、その分残機もいっぱいくれるんですよね。ってことはこのマップは死ぬと思われてんな。あ、なんかいるぞ。怖えな。おお、コウモリか。あの大元のコウモリを全部始末すれば湧かなくなるかな。隠すように置いてやんな。油断ならんね。そこら辺のコウモリの出所についてはちょっと、どう、湧かなくなりましたね。よし、何今変な音鳴らなかった。怖えな。でもこれ落ちたってなってもジャンプすればギリギリ助かる可能性あるね。諦めないようにしたい。こいつもいんの今回。前回は失敗したがね。さて、おお、わかなくなったね。で、奥にいるこいつらの顔がすげえ気になるんだけど。動く床とは定番ですな。特に何もないみたい。やべて、あんなのいらないから。よし、ちょっとちんたらしてるように見えるかもしれませんが、慎重に行きたいの。ごめんなさい。まずはお前から潰しておこう。で、この箱行きましょう。よし、緊張感ありますね。ふう、トカゲで大ジャンプってさ、こういうことか。ああ、やばいな今回。初見で取りに行くマップじゃなかった気がするね。お、リズミカルじゃねえの。ん？一定時間ごとに動くだけで、しかもこの炎のやつオブジェじゃねえぞ。クラッシュの命を殺めるために置いてある。怖えな。勢い余ったら焼かれて死ぬぜ。なんだよあの位置に置いてあんの。意地悪の極みじゃん。オッケー、これ大丈夫だよな。下に戻るとかない。え、あ、奥か。こいつなんだ、色違くない。怖いな。おお、揃った、よかった。でもあの位置すげえやらしくない。隙あらば私の焼き殺す気満々だぜ。あれ、え、終わった。終わっちまった。あいつスピンアタック効かないのかよ。戻ってきました。さっきの敵スピンアタックは無効みたいですが、なんとあの見た目トゲトゲしてますが踏めるみたいで、はい、踏めました。うん、踏めると思ってなかったからちょっと録画外で間違いで踏んじまったんだけどさ。よし、ではブリオステージお邪魔します。ここも死んじゃいけねえんだよな。TNT、TNT。無理です。死んじまった。これどうすればいいんだろうな。ちょっとさすがに、この先も初見殺しがある可能性あるので、ちょっと、一通り通しでクリアしましょう。通しじゃねえけど。見てみよう。ここは、
なるほど。一発勝負だね。マリオとかと違って、あれちょっと待って、どこまで落ちるの？あー、もうテンションだだ下がりなんだけど、焼かれようぜ。その方が早いから。あ、お、あら？よし。見っけだぜ。タイミングよく×ボタン押さないとダメか。ほっ！ダメじゃん。よし、オッケー。この先には何が待っているんだい？また、うわぁ！あ、これじゃダメなのか。よし。さあ、ここだな。いや。帰っちゃった。よし、もうこれはいけそうですね。初見殺し以外ではやられてないし。うん。精一杯の強がり。だよね。これはええだよ。八つ当たりもしたくなるよ。わざとだよ。そうだよ。ほらほら。踏めましたね。はい。これ僕いけたり。いや、そういう、多分そういう見た目じゃねえな。うん、カラーダイヤのステージのノーコンクリアはこれからは以後、初見は諦めていきます。ある程度やり直すのはやめておきます。目指しはするけどね。あの、あまりにもその先で死ぬことが多そうだから、このマップとかも今見たらどう考えても無理なレベルなんだよね。よし、で奥にもあれがあるから気をつけな。なんか出るタイミング君変わってな。よし、わお。よし、戻ってきたぜ。攻め込むタイミングが重要だぞ。あのトカゲ何かに使わねえかなっていう恐怖があるんだけど、大丈夫だよ。よしよし、ここでようやくガールフレンドボーナスマップだね。長え。初のカラーダイヤのステップ折れるぞこれ。まあでもガバがなけりゃ。怖すぎるだろこれ。んでもいけたね。よしよしよし、 OK です。ある程度投資でクリアしておかないと、一発で後々カット挟みながらカラーダイヤ取りました大作戦できないじゃん。これどうすんのさ、動かすのか先に。そんな、あ、一回転すんの、すごくね。ダメだな、ちょっと待って、これ突破の仕方がよくわからない。二段目ぐらいに乗ってるか。こうして、こうか。普通にゴリ押しでいいんだな。ええ、おお、あれあれ、あいつってもしかしてスピンアタックで倒せないのって、
緑も無理だったの。いやー、発見があるね。あいつはジャンプで、トカゲで大ジャンプつってるからな。なんだありゃ、この上に何かあったのか見たいね。そうでもなかった。お、はい、でもノーミスじゃないからお前にはやらんぞっていう。はーい。くそ、でも死んじゃったよ。このなんかあのゴシックフォントで言われるのちょっと腹立つ。でもさ、なんかあのクソダサフォントって名作の証じゃない？テニスの王子様もクソダサゴシックフォントだぜ。うん。先に進むか悩んだのですが、一回投資でやらせていただいてよかどうでしょうか。いや、やるんですけど。よし、行くぜ。カラーダイヤ取得の瞬間はやっぱ劇的でありたいだろう。初めてだ、ダイヤだしな。行くぜ。やっぱこいつにはスピンアタック効いてるよね。効かないときケツか。よしよしよし、落ち着いていきましょう。まあタイムアタックではないんだし。よし、ここ絶対何かの矢印の箱起動してるっぽいよね。ここな。よし、さあ、侮るなよ。一度クリアしたからといって余裕とは限らんし。ちょっと、はいはい。